こんにちは、こんばんは、アルセです。 BL ゲーム、あの日の曲を聴かせて第4回。前回は真宙とレン君が遊園地でデートをしまして、レン君もカイリ君のライバル出現を知ると、こんな感じのストーリーだったと思いますが、日は流れまして教室でカイリ君との会話からのスタートです。まあね、彼のバックにはキリコシ家という大きな、学校の中で大きな権力を握る家でございますけれども、ヤンデレ化しないことを祈っております。そしてまた、なぜこんなに真宙くんがモテるのか分かりませんが、続きからやってまいりたいと思います。どうしたんだ真宙、教室で楽譜を広げてるなんて珍しいな。今度の発表会でソウくんとアンサンブルをやることになったんだよ。譜読みが間に合わなくて。アンサンブル、もともと弾く予定だった曲はどうなったんだ？それはそのまま、ソウくんはアンサンブルしか出ないんだって。なんだ、何か訳ありなのか。まあね、そうか、大変だな、と。邪魔しちゃ悪かったかな。いいよ、教室で本気で譜読みしようとは僕も思っていないよ。少し見直しておきたかっただけ。曲目は？バッハの2つのバイオリンのための協奏曲。へえ、いいな。神宮寺先生の発表会でも定番なんだ。しかし、神宮寺はともかく、それじゃあ真宙が大変だろ？一曲増えるんじゃ。まあね、でもそうくんと弾ける機会なんてもうそうないから。しかし、急じゃないか？今頃言われるような話なのか？もともとアンサンブルは他の人と組むって話で。ああ、そういえば帰りの後輩だったね、古賀くん。ソーテル学院の中等部の卒業生で、2学年下の古賀満。そうそう。真宙の発表会で見た時には驚いたな。話したよな、中等部3年の時に音楽祭実行委員会で一緒になったんだ。バイオリンを本格的にやっているとは聞いていたが、同じ先生についているとは思わなかった。それで？うん、もともと古賀くんが組むはずだったんだけど、事情でアンサンブルは辞退って相談があって、僕のところに話が来たんだ。へえ、何かあったのか？確か古賀は、高校は音楽科に進学したんだったよな。うん、泉野に行ってる。すごいよね。でもそうすると、神宮寺先生の教室だけでバイオリンを弾いているわけじゃないから、いろいろ大変なんじゃないかな。そうか。そういう真宙は受験生なわけだが、それは今は言わない。そうだな、頑張れよ。ありがとう。しかし、今度の校内英語ディベート大会の代表を断ったのはそのせいか？うん、1、2年の時はそれなりに頑張ったし、今年は休ませてもらってもいいかと思って。帰りは出るんだろう？ああ、頼まれてるからな。でも3年は受験で断るやつも多いだろ。俺も今回はサポートに回るよ。そっか。でも応援はしてくれるだろ？もちろん。おや、そうくんが様子を見に来たかな。なんだ、また譜読みしてたんだ。うわ、なんで隠すの？いや、なんとなく。また突然出てきたな。ん？邪魔した？悪いな。全然悪くなさそうだな。ちょっと、カイリ。もう、そうくん、何か。まだこんな譜読みしてるってことは、週末はアルフレードとデートだったのか？ん？お、当たりだな。デート？おい、真宙。もうそうくんたら、話をごちゃ混ぜにしないでくれ。おい、誰だよ、アルフレードってのは。何の話なんだ。カイリ、その、落ち着いて。お、アルフレード、第2候補。このアルフレードっていうのは、ちょっと調べてみたんですけれども、その、トラビアータだったっけ？なんか、椿姫のオペラ版の登場人物の名前だそうです。まあ、女性に求婚する人の名前でしょうかね。そうくん、それは、俺が第3候補ってのは忘れるなよ。まあ、そうくん。おい、候補って、お前。おいおい、
注目されてるぞ。俺はいいけど。くそ。まあ、ヒロ、来い。ちょっと、カイリー。わかった、行くから。そうくん、お、行ってらっしゃい。また屋上の方に連れ出されて。日曜はデートだったって、あいつか？この間の一年生。そうだよ。天野蓮。両親は日本人のアメリカ生まれ。日本とアメリカを行き来して、高等部は帰国枠じゃなく一般入試で入学してる。詳しいね。調べたからな。でも、お前の方が詳しいだろ？そんなこと、ないよ。帰国で一般入試っていうのは聞いたけど、アメリカ生まれは知らなかった。付き合うことにしたのか？恋人候補みたいな感じかな。でも本当に、よく知ってるわけじゃないんだ。何か気になることがあるのか？俺には言えない。それは。なあ、もし俺が真宙に告白してなかったら、そういうの相談してくれたか？俺が告白したから遠慮してるのか？まあ敵の情報は知らせたくないよねっていうね。それはわからないよ。でも告白された後輩に見覚えがないって、どうやって相談していいのか。見覚えのない神宮寺がパーティーで会ったって言ったのは、あいつの嘘だったのか？違う、多分。僕は確かに蓮を覚えていないけど、でも、蒼君が言ってたことは本当だと思う。なんで真宙が覚えてなくて神宮寺が覚えていて、真宙が告白されるんだよ。いっそ神宮寺が告られればいいんだ。そういう問題じゃないと思うけど。そのクリスマスパーティーっていうのが、天野がアメリカに行く前なら、4、5年は前の話だよな。それだけ時間が経っていて告白してきて、しかも神宮寺が覚えてるって言うなら、そのパーティーで何かあったんじゃないのか？それが、やっぱりどうしても思い出せないんだ。まあ、こういう場合は何か衝撃的なことがあって、それがきっかけで PTSD とかになってるんじゃないかっていう。聞いてみたのか？蒼君には教えてもらえなくて。神宮寺はどうせ面白がって教えてないんだろう。正解。天野は、思い出さなくていいって。思い出さなくていい？うん。ああ、自分で思い出してほしいってことか。そうじゃなくて、本当に思い出さなくていいって。それ、おかしくないか？そうかな。気になってはいるんだけど、でも、思い出せない僕も悪いし。いや、悪いとかいう話じゃないだろ。それでいいって言う方がおかしい。俺は真宙と初めて会った時のことを覚えてるよ。え？特別に意識し始めた時のことも覚えてる。以前言ってた、僕が先輩から手紙をもらった時の話？その前からだよ。それが真宙にとって大したことじゃなかったってのは分かってる。だからそういう意味では特別に覚えていてくれなくてもいいんだ。でも、その時一緒にいたってことそのものを忘れられていたら、ショックだな。一緒にいたってことそのもの？その状況を俺に振り返ると、あれ？一年生の時って同じクラスだったっけ？と言われたってことになるからな。まさか、そんなこと言わないよ。でも、あいつのことは覚えてなくて、あいつはそれでいいって言ってるんだろう。カイリとは、状況が違うから、パーティーで会っただけだしね。その状況も覚えてないんだろう。それは、
おい、まあ、無事か？手出されてねえか？え、そうくん？無事ってのはなんだ？んー、低層？そうくん！昼休み終わるし、俺戻るわ。じゃあな。俺たちも戻るか。うん。ところで、さっき神宮寺が言ってたアルフレードってのは何だったんだ？オペラ、椿姫で、ヴィオレッタの恋人の名前。なるほどな。で、第三候補っていうのは？そうくんの冗談だよ。まひろはそのつもりだろうがな。どれだけ鈍感なんだ。うわ、楽譜。どうした？なんだ、この書き込み。お前たちがいない間に、神宮寺がすごい勢いで書き込んでったよ。止めた方が良かったのか？あ、うん、いいんだ。そうか。なんか当然のように座って、椿のシャーペン取り出して書き始めてさ。あはは、そうくんはマイペースだから。マイペースというか、切り越がこの学園の法律なら、神宮寺はこの学園の治外法権だな。ありがたくない例えだな。もう金鳴るぞ。あった、準備準備。と、譜面しまわないと。あ、どうした？うん、ただ伝言が貼ってあった。どれ？見るか、そこまで。アンサンブルの練習今日は休み。まったく用があって来たんならさっさと行って帰ればいいもの。待たせてごめんね。うん、そんなに待ってないよ。学園生は誰も通らなかったし、本当にこっちの道は使う人が少ないんだね。気を使わせてごめんね。いや、俺の方が無理を言ってるんだし。別に一緒に帰るのが無理ってことはないよ。うん、でも僕が蓮の教室に迎えに行くっていうのもやらない方が良さそうだしね。変に勘ぐられても嫌だしね。一度ソウが顔を出してくれた時にはその後大騒ぎだった。ソウ君はね、僕ならそんなことはないけど。マヒロ、部活も委員会もやってないよね。やっぱりバイオリンのため？部活はそうだね。委員会は時間を取らないものなら頼まれてやったことはあるよ。討論会や音楽鑑賞会の委員とか。そういえば、今度校内で英語のディベート大会があるよね。うん、授業も半日潰して結構大掛かりにやるんだ。クラス縦割りでチームを作るんだって。各クラス2人ずつ代表を出して選抜メンバーでチームを組むんだ。6クラスで6組できる。1チーム6人か。それで3テーマのディベートをするわけだね。うん、英語力がものを言うからね。たまに3年より1年がメインのチームがあったりして面白いよ。そうなんだ。真宙も選ばれたことあるの？1、2年と続けてやったよ。へえ、どうだった？帰りがずっと同じクラスで代表に選ばれてたから楽勝だった。なるほど。真宙は今年も出る？声はかけてもらったけど断ったよ。バイオリンの練習もあるしね。レン、もしかして頼まれた？アメリカ育ちならね、こういうの得意じゃないかと思うんだけど。うん、アメリカに住んでたことがあるのは最初の自己紹介で申告済みだしね。前もってテーマが提示されて、事前に代表者チームで情報収集したり作戦を立てたりするんだ。準備にはかなり時間がかかるけど面白いよ。興味はあるけど、どうしよう。せめて真宙と同じチームならよかったな。まだやるって決めたわけじゃないんだ。アメリカに何年かいて少し英語が話せるからってディベートが上手いわけではないんだよね。それはそうだね。でも向こうでそういう授業もあったんじゃないの？スピーチやテクニカルライティングは取ったけど、クラスとしてのディベートは英語力の関係で取れなかった。聴講だけさせてもらったけど、ヒアリングだけで頭いっぱいだったよ。正直、校内のはそこまでのレベルじゃないと思うよ。そうかな。弱気なんだ。あ、
格好悪いとこを見せちゃった？しまったな。そんなことないよ。ただそのいきなり告白とか強気な性格なのかと思ったから。それはそうかな。あ、でもレンはアメリカ生まれだって聞いたよ。発音はやっぱり違うんじゃないの？2歳で日本に来たからあんまり関係ないと思うよ。それよりアメリカ人の親戚が日本に来て一緒に住んでたから、その方が大きいと思う。え、レンは？両親とも日本人だよ。祖父の再婚相手がアメリカ人だったんだ。でも他に祖母という縁の人はもうなかったから、俺はおばあちゃんというのはみんな英語で話すものだと思ってた。そうなんだ。それで今のは桐越先輩からの情報？ごめん。いや、真宙が調べさせたとは思わないから謝らなくていいよ。ただ詳しく調べられるとちょっと。帰りもどこから情報入手してきたんだがね。まあ、情報網は整ってそうだがな。え、両親は今もアメリカにいて、同僚の五十嵐さんに日本での面倒を見てもらってるというのは話したよね。うん、聞いた。でも五十嵐さんは親戚ってわけじゃないから、日本だといろいろうるさいことがあって、書類だとたまに正確ではないことを書いていた。いたりもする。え？不正をしようってつもりはないんだけど、いろいろと面倒で。特に学校関係は、あ、じゃあ正直に申告していない内容のこともあるってことか。それを帰りに探られたらやばいんじゃないか。まあ、そういう方向に話が進まなければいいがな。あ、そうなんだ。書類とか大変そうだね。まあね。それに確かにこの年だと親というか近い血縁の保護者がいるのが前提だよね。そうか、そうだね。面倒でごめん。面倒なのはレンだろ。謝ることないよ。ありがとう。そういえばあの後ご両親とは話せたの？父さんは仕事で捕まらなかったけど、母さんとは話せたよ。次からは時間は日本時間で指定するよう約束した。午前午後で間違えないようにね。時刻は昔から24時表記だから大丈夫。へえ。ねえ、もしかしてレンの家って理系家族？俺と両親はそうだよ。どうして？なんとなく話の雰囲気で。そんなものかな。あのさ、もしかして最近発表会前でバイオリンの練習忙しい？さっき練習があるからディベート大会の代表断ったって言ってたから。ああ、うん。発表会もディベート大会も毎年同じ時期だろうし、今までは出てたって言ってたじゃない。今年は受験もあるから。ああ、発表会で弾く曲が急に一曲増えたんだよ。増えた？そうくんとアンサンブルをやることになったんだ。他の人がやるはずだったんだけど、その人が辞退してね。そうじゃなければ発表会もディベート大会も毎年のことだから両立していたんだけど、さすがに2曲あるとね。そうなんだ。大変だね。でも今まで両立してたって言うだけでもすごいんじゃない？そんな。でも、あ、もう1曲ある。え？最後に全員合奏でキラキラ星。いいな。聞いてみたい。じゃあ聞きに来る？え、いいの？行くときはこっそり見に行くよ。その3歳の子供から舞台に上がる普通の教室の発表会だよ。それでもよければ聞きに来て。うん、誘ってくれてありがとう。英語ディベート大会。おお、読めるかこれ。 They say that customer's judgment is being trusted. However, will they offer enough information necessary for their judgment?、意味はわからないです。One example is development of the rights, which indicates tolerance.
to... ああ、わかんないな。わからない。ダメだ。俺、全然聞き取れない。あの一年生の喋ってる単語がわからねえ。何語だよ。英語だろ、多分。今年はレベル高すぎじゃね？ちょっと難しい英語を使ってきたんでしょうね。椿、あの一年、この間、お前を訪ねてきたのだろ？お前を訪ねてきたんだろ？キリコ氏がマークしてたのはこのせいか？マークって、盛り上がってるな。そうくん、自分のクラス、抜けてきた。まあ、ちょっと付き合って。そんな、いいじゃん、さっきから終わんねえし。なんか言われたらトイレって言えばいい。小学生じゃないんだから。ほら、行こうぜ。見事に当たったな。マーのクラス、バーサス、レンのクラス。そうだね。テーマは遺伝子組み換え食品の販売規制の是非って、ずいぶん地味だし退屈だろうと思ってたらなかなか面白いじゃん。あの二人の白熱ぶりは、行動の8割以上が置いてけぼりだ。僕は心臓に悪いよ。はた迷惑だよな。真宙争奪戦とか掲げときゃいいんだ。冗談でもやめて。そういうこと言うなら、そうくんも出ろって言うよ。第三立候補者。やだよ、面倒くさい。だろうね。でも、そうくんも英語できるのに、結局3年間出なかったね。中等部の頃は学校行事に出ろとか、学校にちゃんと来いとかうるさかったけど、高等部来たら静かになったな。それ、中等部の修学旅行をバイオリンの練習ができないからって理由で行かなかったせいだと思うよ。小学校の時だって修学旅行なんて行かなかったよ。はあ、今年の修学旅行も行かないんだろう。そうだな。だから違い保険って言われるんだよ。なんだよそれ。こっちの話。まあは出たかったか。え、何に？ディベート大会だよ。1、2年の時は出てたんだろ。今年は俺とのアンサンブルの追加で忙しくなったんじゃねえの？うん、そうだよ。でも2年間は頑張ったし、後輩への引き継ぎなら帰りがいるからいいんだ。引き継ぎどころか積極的に参加してるけどな。サポートに回るって言ってたんだけど。まあね、ギラギラしてるよね、レン君に対しては。レンを潰しにかかっているようにしか見えないな。あ、大丈夫かな。マーがいない方があの二人も力が抜けていいだろう。なんだよそれ。マーの見立てではどっちが優勢？帰りというか、うちのチームだね。帰りはこういうの得意だし向いてるんだろうね。ちょっとやりすぎの感はあるけどって、そうくんが聞いてたのはそっちのことじゃないんじゃないか。レンのチームは 2,3 年が引っ込んじゃってるからな。英語力の問題なんだろうけど、レンはディベートは慣れてないって言ってたし。でも専門知識はありそうだよな。というか、専門的な知識と英語力でカバーしてるから余計 2,3 年が出る幕がないんだ。あ、専門知識、遺伝子に関する専門知識はあるのか。そうくん、ヒアリングできてるよね。あ、聞きゃわかるだろう。レンの専門用語はわからないけどな。レンのチームも日本語のディベート大会なら強そうなのもいるんだけどね。けどディベートなんて日本語でも面倒なのに、なんでわざわざ英語でやるかね。海外に通用する人材を育てるっていうのがうちの学園の売りだからね。それで学内でろくに通じてねえってどうよ。レベル高すぎて通じないわな。ああ、それで話なんだけど。え？ただサボったんじゃないんだ。サボりだよ。それで話は？あさってアンサンブルの練習できるか？ 8 時からで。ああ、うん、わかった。でも、本当に不規則だね。古賀も逃げるだろうって。仕方ないかもしれない。古賀の時はもうちょっとこっちも合わせたよ。楽譜に勝手に書き込んだりしてないし。僕はありがたかったけど、そうだね。古賀くんにはやらなくてよかったと思うよ。あさってには最後まで合わせられるだろ？わかった。じゃあ俺、このまま帰るから。え、え？ディベート大会終わったら、
全員レポート提出。じゃあな。遅かったな。さっきやっと終わったよ。え、どうなった？椿が抜けてすぐにあの一年生がミスったんだ。早々に次のターンで切り越しが畳みかけて無事に終了。先生のジャッジはまだだけど、うちのチームの勝ちだな。そっか。すごかったけど、話は半分もわからなかったよ。これで英語でジャッジメントのレポート書けとか、無理だろ。日本語でも無理だよ。教室で帰りに解説してもらおう。そうだな。でもさ、大丈夫かな。え、何が？なんかさ、今年は切り越しちょっと怖くなかったか？本気出したって感じで潰しに行ってる感じがあった。最後容赦なかったもんな。相手もかなりレベルが高かったからじゃない？最後聞いていない僕が言うのもなんだけど。いや、そうだな。去年と一昨年は今思うと予定調和だったんだな。時間制限とか一般の競技ディベートより余裕を持たせてるって聞いてたけど、お互い粘るとこうなるってことだったんだな。さすがに今日は大会の後だし、レンはまだ来てないかな。というより今日は一緒に帰れるのかな。あれ、何か困ってる？あれ、そんなことない？余裕な意味うん、何か楽しそうだが。今度は急に悲しそう。レン、まひろ、早かったね。今日は一緒に帰れないんじゃないかと思ったよ。いや、そのディベート部とか英語サークルとかの勧誘がすごくて、クラスメートが逃がしてくれた。そうなんだ勧誘が来るのはわかるよ。大活躍だったね。あの、まひろ、何？この場合チーム勝利おめでとうってことでいいのかな。まあ、まひろはチームが同じとはいえ参加してないから何とも言えないよな。え、ああ、そうだね。ありがとう。もっとも僕は何もしてないけどね。レンこそ大活躍だったね。ありがとう。どうかした？僕が来た時もなんだか変な顔してたよ。その、つまり、何？いいところを見せようと思って、頑張って、それなりにうまくいったかなとか、でも最後で失敗したとか。大丈夫、そんなの気にしないで、全部見てないから。それよりそもそも桐越先輩の挑発を受けて立ってしまったところから失敗だったんじゃないかとか。なんだ、そんなこと考えてたの。考えてたよ。でもごめん、最後の失敗したってところは見てないんだ。あれ、これは見てなくてよかった？そうなんだ。見てなくてよかったよ。気がついたら、まひろがいないから焦った。焦ってミスしちゃった系ですかね。ちょっとそれ思ったんだけど。そのせいで失敗した？それで緊張の糸が切れたっていうのは正直あるけど、俺ももうギリギリだったから、あの辺が限界だったと思うよ。そっか。もう少し簡単にまとめた方がよかったと思うんだけど、チームの先輩たちに話を任されちゃって。話をどうまとめたらいいのかわからなくなっちゃって困ってた。ああ、うん。正式な競技ディベートほどルールが厳しくない分、頑張ろうとするとその場で粘れちゃうんだよね。うん、確かにね。レンのチームでも3年の中には、1、2年の時にも大会に出てたのもいたんだけど、今回は英語力勝負になっちゃったからね。やりすぎたけどすごかったって言われた。褒められてるんだよ、それは。すごかったけどやりすぎとも言われた。クラスメートにレポートどうしてくれるんだって言われたよ。それはうちのクラスでも言ってた。もっともうちのクラスは帰りに解説してもらったけどね。俺もクラスで解説させられた。そうだろうね。クラスメート以外も聞きに来たろ。来た。そうだろうね。2年生が何人か質問に来た時は、教室はなんだか盛り上がった。そうか。
切り越先輩に負けちゃったな。初めて出てあれだけ話せれば立派だよ。僕の1年の時なんて打ち合わせのメモ通りに発言しただけでよくできたって言われた。切り越先輩は？帰りは1年の時から積極的に参加してた。だよね。帰りはああいうの向いてるんだと思う。ああ、そうだよね。俺はもう当分やりたくない。来年絶対に頼まれるよ。でも帰りはいないから大丈夫、安心してきれ。そうかな。ん？どうかした？来年はもうここにこうして一緒にいられないんだと思って。そうだね。まだ実感がないけど、そうだよね。真宙は大学は音大だよね。違う予定。え？そうなの？音大も勧められてはいて、正直ちょっと揺れてるんだ。もう決めないといけない時期なんだけどね。てっきり音大だと思ってた。バイオリンを弾いていない真宙は想像がつかない。音大に行かなくてもプロにならなくてもバイオリンは弾けるよ。それはそうだけど、3年になってもバイオリンに随分時間を取ってるから、てっきり音大志望なのかと思ってたんだ。それは発表会が終わったら勉強に専念するということで。もしかして近くに想がいたから？え？そりゃ僕は想くんほど上手くないけどね。蓮もはっきり言うね。あ、ごめん。いいよ、それはその通りだから。想くんは小学校の時から国内では有名な賞を取ってるし、海外でもコンクールでは入賞してなくても高橋先生のつてで小さなサロンで弾いたりはしてるからね。それでも一生ソリストとしてやっていけるかはわからない。厳しいんだ。うん、僕はそこまでできない。ソリストじゃなくてもバイオリンさえ弾ければいいって言うなら音大でなくてもいいわけだしね。それはそうだね。やっぱりもったいない気もするけど。それに僕、そうくんとは関係なくバイオリンをやめようと思ってた時もあったよ。え？中学生の頃に発表会で失敗したことがあってね。と、今回はシーンチェンジでなんかいい感じになってきたんだけれども、そろそろ時間なのでここで終わりにしたいと思います。次回もお楽しみに。じゃあのー。